モデナ県は、イタリア共和国エミリア・ロマーニャ州に属する県。県とはモデナ。モデナ県東西に長いエミリア・ロマーニャ州の中部に位置する県である。県の形状は、東北、西南に細長い。県とモデナは、県域の中央やや北寄りに位置しており、州トボローニャから北西へ、約 38km、ベローナから南へ。 約 88km、ベネツィアから南西へ、約 142km、ミラノから南東へ、約 164km の距離にある。隣接する県は以下の通り。県の南部はアペニン山脈に連なる山地であり、北部はポーガー流域のポー平原である。県域には、セッキア川やパーナロ川など、アペニン山脈に源を発するポーガーの支流が流れる。 2001年に行われた居住地区別人口統計によれば人口1万人以上の都市は以下の通り、うちは所属コムーネ名を示すが都市名と同一の場合は省いた。最大の人口を持つ都市は県とモデナである。モデナは県域の中央やや北寄りに位置しており、サッチヤ川とパナロ川に挟まれている。県内には人口1万人を超えるコムーネが18あるが、 その多くは、モデナ周辺に所在する。モデナに着く人口を持つのは、モデナの北北西約 15km に位置するカルピである。モデナの西南には、サスオーロ、フォルミージンなどの町がある。フェラーリの本拠地があることで知られるマラネロも、この地域にある。また、モデナの東南には、カステルフランコエミーリアがある。県北部にはミランドラがある。県南部の山間部では、 パブロネル・フリニャーノが最大の人口を持つ。モデナ・カルピソス・オーロ015・カステル・フランコ・エミーリア046、ミランド・ラ・パブド・ NFR013019、モデナ県には44のコムーネが属する。主要なコムーネは、下表の通り。左端の数字は、ISTAT コードを示す。人口は2012年1月1日現在。右の地図中の番号は、 コムーネの ISTAT コードした3桁を示す。下表に掲げた主要なコムーネのうち、地図中に名称を記さなかったものについては番号を太字で示した。県とモデナから南へ 4km ほどに位置するマラネロには世界的に著名な高級自動車メーカーフェラーリの本社がある。県北部のミランドラ周辺には医療機器メーカーが集積している。県内に本拠を置く。 プロサッカークラブとしては以下がある。所属リーグは2012から13シーズン現在。ありがとうございます。